北朝鮮が安倍総理大臣を名指しで非難し、日本近海への弾道ミサイル発射もありうると警告しました。朝鮮中央通信によりますと、北朝鮮外務省の日本担当が談話を発表し、28日に発射した超大型多連装ロケット砲のことを安倍総理が弾道ミサイルだと見なしたことについて、 全世界でただ一人ロケット砲の試験射撃とミサイル発射の区別ができていない言いがかりをつけ大きな事変が発生したかのように叫んでいると強く非難しました国連安保理決議の違反にあたる弾道ミサイルの発射であるとする日本政府の分析に反発した形です 一方で本物の弾道ミサイルがどういうものか遠からず非常に近くで安倍総理が見ることもありうると日本近海へのミサイル発射を警告しました。